えっと、こちらは先ほどのミキシングをやってた部屋につながっているそうです。録音を実際に楽器を置いて撮る部屋ですよね。はい。はい、少しこ、ね、あのここは、まあ、スタジオ A と呼んでるんですけどもあの、まあ、このスタジオを作るためにこのキャンパス建てたというぐらいの,あ,のあれなんですけどももともとですねここを作る時に、えーまあ これぐらいのススペースをちょっとと確保してじゃああの普通だとですねもうちょっとこう小さなスタジオをいくつか作って、えーまあ、部屋ごとに楽器を分けてみたいなそういう、まあ、割とこうレコーディングのスタジオって多いと思うんですけどもやっぱりあのそういう,こう小部屋にするんではなくてなるべく大きな空間で、えーまあ、例えば楽器の,あの小編成のアンサンブルとかですねそういったものができるような場所を作りたいというのがあって、まあ、あのこれ160平米ぐらいにあるんですけども、うん、まあこれぐらいのちょっと場所をあの確保したかったというのがありますね。 であとはやっぱり天井がやっぱある程度こう響きが欲しかったので、うん、これもあのちょっとこう3階ですけども34、まあ、階吹き抜けて、うん、いたい 7m ぐらい天井の高さありますねであの、まあ、一番の,、まああのここの特徴は、まあ、入っていただいたら分かると思うんですがちょっと響くんですね、うんうん、で多分普通のレコーディングスタジオはもうちょっとこう響きがない、うん、まあそれはあの録音した音になるべくこうあの残響が入らないようにしていろんなあとで残響つけるというそういう考えで。 多くのスタジオはそういうあの、まあ、いわゆるデッドなあの形になってるんですけどもやっぱりあのそういうスタジオってあの演奏者から見ると、まあ、非常に弾きづらい大体いい自分の音がですね跳ね返ってこないので、うん、あのやりにくいという声をよく聞いてたのでやっぱりここであのスタジオを作るっていう,こう機会が与えられた時に、まあ、演奏者の人がですね、まあ、気持ちよく弾いてもらうと、うん、だからまあ演奏者がうまく弾けたらいい録音取れるだろうと。うん、だからまあ響きが もしあのどうしてもあの邪魔になるっていうんなら、まあ、例えばここにも吸音材を持ち込んでですねまあ響きを減らしてやればいいまあでも響きを長くするというとですね、うん、まあ残響を加えるしかないし、うん、まあ演奏者にとってねそれがあの、まあ、うまくいくかどうかっていうのはなかなか難しいのでまず基本的に演奏者が演奏しやすいようにということで、まあ、実際これスタジオができる2週間ぐらい前の後期をもらって。うん あのここにいろんな楽器の人来てもらったんですね。うん、で吸音材をこう貼ったり外したりして、でだいたいこれぐらいの残響がちょうどいいかなという。だから若干もうちょっとなかあってもよかったかなという意見もあるんですけども、どまあまああのー、これぐらいでちょうど良かったかなと思います、ね、残響時間でいうとどれぐらいなんですか。まあ500ヘルツで約1秒ですね。1>, 1, 秒1秒弱ですね。ちょっと手を叩いて,て、はい、いいですか。確かにその長い残響でもなければ。うん 一般のスタジオのように残響がすごくゼ、ねうん、ットのところでもないんですね。特にあのちょっとこう形状としてですね、少しこう傾きを持たせてあるので、うん、あの特にこまあ今これピアノのあるこのこのありがあの割とこう横とかですね、うん、上からのこう反射音がはっきり聞こえるんですね。うん、なのでまあ割とこうあの体感的には非常にこう手応えがあるあのまあ割と弾きやすいというまああの狙い通りのあの、まあ、感想をいただいてますね。 うん、実際にここで録音された例えば一番大きな編成でいうとどれくらいの編成になるんですかえっと、ね、それは室内,、えっとね、室内オーケストラみたいなのを、うんえー、50人ぐらいかな50人はちょっといかなかったから<あ>でもあのそれぐらいの演奏やったことありますね。<あ>えー、例えば曲目で言うとういうで曲目それはねハイドンの新ニーだったんですけれども、うんまあ、それが多分一番多かったです、うん、ただその時はお客さんも入れてやったので、うん、ここにお客さんがやっぱり。 80人ぐらい入ったかなだからもうかなり残響がちょっと思ったよりは残響少なくなっちゃったんですけれどもあんまり大変ですねピアノがあるということは結構ピアノソロだったりピアノとバイオリンとかそういうのはですねそうピアノはまあ今3台あるんですけれども基本的にはここでピアノをきちっと録音できるっていうのはまあ 録音の実習のの中ででも一番こう、うん、チャンスとしては多いので、まあ、あの実際録音やる上でも、ね、やっぱりピアノの録音っていろいろ難しいし、うん、あのマイクの位置もですね一番こうあの,他の楽器に比べるとあの試す要素が多いので、うんまあ、ピアノの録音というのは割とよくやってます、ね、ここ今録音実習ってお話ありましたけど、はい、具体的に言うと、まあ、ピアノっていうのはあのお話でしたけど最初,から最初にピアノの録音から始めて。うん ピアノプラスバイオリンソロあるいは、うん、あのピアノ五重奏とか、うん、そういう,こうなんか段階を踏みながら実習していくんですかあの、まあ、そういう体系的にできればいいんですけども、うん、実際は、まあまあ、なかなか難しいですね、まあ、まずはピアノソロやって、うん、あとはあのピアノと、まあ、ソロピアノと弦楽とかですね、うん、そういうことをや,やりますが、まあ、ピアノトリオとかですね、まあ、その辺はちょっと演奏者の覚悟もなかなか難しかったりするので、うんまあ、それ以外はもう本当にそれぞれ。 いろんなパターンありますね。あのあとやっぱ邦楽機、うん、おこととかそういうものを来てもらってあのやるチャンスもありますね。本当にあのいろんな楽器は、えー、まあ演奏家はそうなんですよ。たくさんいらっしゃいますよね。えー、あの邦楽から、えー、それこそジャズの話もあれば、えー、そうですね。クラシックもあるし。うん、あのそういう意味ではあのまあ学生たちはあのまあ例えばコンクールの録音をここでやってほしいとか。うんうんうん あるいは何かこう、ちょっと創作、あの新しく作曲した曲を、ここであの録音してほしいとか、そういう依頼を学生たちが、まあ、自分たちのその学生のつながりでやって。で、そうなってくると、本当にいろんな種類の楽器を、うん、あのやる機会がありますね。うん、ピアノから録音、まあ、あの実習というか、教育をするという場合に。当然マイクロフォンがないと録音できないですよね。それは何か、はい。 こういういうにしてそのンってある私の授業では基本的なこのステレオ録音の、まあまあ、いわゆる教科書に書いているようなステレオの、まあ、MS とか AB とかいろんな方式ありますけれどもそういったものを、まあ、あの最初教えてでそれを使ってじゃあ実際にですねあのどういう音がするかみたいなこう実習をやってっていうことをやるんですけれども。 あの基本的にはそういうある程度の,この、まあ、いわゆる教科書的な知識があった上で、まあ、学生たちにはもう自由にやってもらうんですね、うん、もう好きなところに置いてでその代わりあのそういう時大事なのは立ててその音をまあ実際に調節して聞いてじゃあどう思うかじゃあどうしようかみたいなこのサイクルですねこの,あの実際マイクロフォンの位置と出てきた音を聞いてじゃあどう動かせばいいかっていうのをこう繰り返していくそういうことを まあ、主眼にやってますね。ええ。マイクロフォンの位置っていうのがとても重要ということなんですかね、うん。そうですね。あの、やっぱり最初。なんですかね。まあ、ある程度の位置に置けば、ある程度取れるんですね。まあ、これぐらいのね、スタジオで。まあ、いいピアノがあって、まあ、演奏者がそこそこなんと、まあ、でも。例えば、じゃあ、それを聞いて、もうちょっとこうしようとか。自分がイメージしている音がこうだと、ちょっと違うなとか、あるいは、なんか。他の人がもうちょっとこうした方がいいみたいな。じゃあ、そこの。 時にどうするのかですねそ,れそこで初めていろんなことを考えないといけなくなるだからそこがすごく重要かなと思いますね。うん、少しあの音響的な言い方をするとピアノの録音であればまずこの響きでいうと直接音と反射音の割合とか、うんはい、それからピアノってあの低弦から高弦、うん、非常に周波数帯域広いですよね。うん、それのの帯域の バランスとかうん、うん、右手と左手のバランスとか、あとは音色みたいなことがありますけど、まあ、そういう観点で言うとその音響的にはどの辺にこう着目してピアノノートっていうのは最終目標に向かっていくんですかね。いい質問ですね。<laughs> 難しいですね。あの授業でやってることのあのもう一つ一つにあのいろんな録音を聞く。 聞いてもらうっていうのを必ずやるんですね。で、あのそれは録音実習をやる前に、例えばあのもうかつもう本当に古い録音からまあ最近の録音まで、いろんなピアノの録音、いろんなところでやってる録音、いろんなものをまあ市販で売られてる CD を、でそれを一つ一つみんなに感想を聞くんですね。これはどうか。でこれいいと思うか悪いと思うか、どういうところがいいかとか。でそういうプロセスをやりながら。 まあ実際にもう売られてる CD でもこんだけ音が違うよとでそれがそれぞれ、まあ、当然売られてるわけなんでそれぞれのポリシーをもとに作られてるわけじゃないですかでそれぞれが何,何がこう違いになってるのかっていうのをまず聞いてもらうんですね。でそういうところから、まあ、自分たちだったらどうするかみたいなそういうんですかねこうある種の,この、えー、目指すイメージみたいなのを持った上でやってもらうようにしてます。で先ほどおっっしゃったような例えばじゃあ音色の聞き分けとか まあ、いわゆる直接音、間接音のまあ,あのいわゆる臨界距離とか言われているものが何なのかみたいなそういう話は授業の中でもするんですね。うん、ただあの実際臨界距離なんかもこのスタジオであの直接音がこの辺にあると近いよねとか離れると変わるよねみたいなことをこう体験してもらったりするんですけど、あのおそらく本当にわかんのは自分で初めて録音してからだと思いますね。うんうん、だから授業でいくらそういう話を聞いててもまあ分かったような。 感じかもしれないけどやっぱり実際にそのそういう場面にあの直面した時に初めてそのじゃあ定域・広域のバランスでこうなのかとか、うん、直接音・間接のバランスこうなのかっていうことに気が付くんじゃないかなと思うので、まあ、そういう時にあ,あんなこと言ってたなみたいに思い出してもらえばいいかなっていうようなことです今そののピアノの録ね。まあ 時代によっても変わるあるいはエンジニアあるいはプロデューサー演奏家によっても変わるみたいな話があったんですけどその実際に聴いている人たちは例えばじゃあ,あのイヤホンかヘッドホン一つ持ってるあるいはスピーカーを一セットあるでその録音この録音はた正しいってい言い方はおかしいですけどうん、うん、当然録音の,その品質についてもいろいろありますよね。うんうん で、ある演奏家のある録音を聴いたらその聴く人は「あもう少し響きがあった方がいい」とか「ちょっと低音がこもってる」とか、うん、でそれからこうケーブルを変えたりとかイヤホンを変えたりとか音楽を聴く人たちにとってその録音の何て言うんですかねその,あのそういうこういろんなバリエーションがあったり、うん、あの音が違ったり。 どのあたりをこうターゲットに考えてスピーカーなりイヤホンを選んでいけばいいのかあるいは録音というのはそういうふうにいろんなものがあるからその正解はないんだよなのかその音楽を聞くユーザーから見たときにその録音されてる音っていうのはどういうふうに理解をしたらいいんですかね、えっとまあ、これは本当に授業でそうい,うあのいろんな音源を聞かせたと 学生からの意見が出て、まあ、例えばあの「先生はどういう録音がいいと思いますか?」みたいな質問ってよくあるんですね。うん、であのそういう時答えるのはあのやっぱりそれはその録音が目指してるものが何なのかによるとだから、まあ、それはあの当然ね自分がプロデュースしてやるってなったらその自分のある種の行為うう目指すものがあるだろうしそ,、まあ、そうじゃなくって、まあ、誰かあの例えば何かこう今日はベートーベンを撮りましょうと。 でベートベーのこの曲をじゃあどういう風に演奏するのかっていう、まあ、演奏家がそういう、ね、アプローチをするわけだし、まあ、それがじゃあ録音としてどういう風にそれをこうまとめていけばいいのかっていう、まあ、やっぱりダイナミックレンジをすごく重要視してるとかあるいはこう音の,、ね、あの音域のレンジを重要視してるとか、まあ、そういう話になってきた時にこう あの出ててくるる音っていうのはあると思うんですね。でまあ、それとやっぱり当然のことながらその,その環境での限界もあるしあのレコーディングの,その時間の制約もあるから、まあ、そういう中でベストの録音ができるので、まあ、必ずしもあの、ね、毎回ベストになるわけじゃないけどでもある程度その中であの目指すいいものを作ってるわけなので、まあ、当然あの絶対 v t を 無あ唯一ののななんかそういう録音っていういいいいとははあるわけじゃないと僕は思いますねだからそれはもうその時その時の適切なというかですねまあその中ではやっぱりすごくいいのもあるだろうしなかなかねうまくいかなかったもあるかもしれないけどでもそれはその時その時でやっぱりベスト尽くしてるはずなので,で先ほどのそのまあユーザー側からそれをどう捉えればいいかということだけど、まあ、それがですねちゃんとこう 聴いてる人にその作り手の思いがちゃんと伝わればそれはきっといい録音だしそういう楽しみ方をしてもらえばいいと思うんですねなのでまあ気に入らないと思えばそれはもうちょっとその人にとっては気に入らないだらもっと他に気になる,るだろうしまあそういうようなことであのもうそこはもうすごく自由でいいと思うんですよね。うん、はいいありがとうございます